ハローロックン、お元気ですか？アウディスコレクションミュージアムの中村です。いつもありがとうございます。今回もですね、沢田研二さん、ジュリーのアルバムを紹介していきたいと思います。今回紹介するアルバムはこちら、いい風よ吹け。裏面がこういう感じ。これがですね、表紙というか、これがね、透けてるんですよ。こういうね、薄い紙で。こう重ねるとこういう感じな。裏もですね、だからその紙が透けてるので、こういう感じにこれが重なるという、ね、いう、ちょっと変わった作りになっている、ブックレットがついているいい風よ吹けです。そして、これもね、写真がいっぱい載ってるんですけれども、全部でね、曲はね、11曲。それで、この11曲中、なんと6曲。これがね、沢田研二さんご自身で作詞されてます。すごいですよね。半分以上ですよ。ということですね、簡単にね、1曲ずつ、まあちょっと紹介していきたいと思うんですが、まずね、オープニング1曲目はね、インチキ小町という曲なんですけども、これがね、イントロがね、ギターの刻みで入るの。チャ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 、なんか、ビートルズのヘルタースケルターを思わせるような、始まりで、イントロがね、それで、高揚感増すような歌い方で、こうどんどんこうテンポアップじゃないんですけど、勢いがどんどん出てくる、かっこいい歌です。それがね、いきなり1曲目で、インチキ小町。そして、その2曲目がね、真夏ハクチュームという曲なんですけども、これはね、これがまず沢田研二さんの作詞ですけども、これ作詞にその中に、歌の中で、コバルトの季節の中でっていうのと、追憶っていうこの2曲のタイトル、が使われてます。タイトル名ね。タイトル名が、出てきます。ので、聞いてて、おーってちょっと嬉しくなってたりして、しかも作詞されてるのは沢さん本人ですから、なおさら余計にね、あって思ってたりして。曲調としてはね、ちょっとね、ビーチボーイズとか、あそこら辺を思い起こさせるような、あとその、ベンチャーズとかね、そこら辺を思い起こさせるような、やっぱりああいうサーフィン系のっていうか、ああいう、まあ、テケテケとまではいかないんですけども、まあああいう感じがちょっとニュアンスで入ってくるようなサウンドで、まさに夏というね、ことを思わせるサウンドになってます。次3曲目、これがね、鼓動です。鼓動という曲、この曲は、シングルカットされてされてますね。だちっちゃい、細長いね、あの頃は、8インチ CD っていうのかな、あれになりました。そして、次の4曲目、無邪気な酔っ払い。これはね、これも作詞沢田研二さんなんですよ。これもね、いい、面白い曲ですよね。無邪気な酔っ払い。そして、次が、表題曲でもある、いい風を吹け。これはね、バラードですけどもね、なかなか、これも沢田研二さんが作詞。そういう感じでね、もうどんどん出てくるからすごいですよね。そして、次で5曲目なのかな？奇跡。これも、これはね、作詞がね、賀来和子さん。で、作曲がキーボードの大山大樹さん。沢田研二さんのバックでね、ずっとやっていた。キーボードの、大樹さんが、作曲です。他にもですね、これさっき言い忘れたんですが、1曲目インチキ小町の作曲はベースの
市川新一さんでした。そして次の、曲ですが、蜜月ですね。これもね、沢田研二さんが作詞。そして、この詩なんですけどもね、ちょっとなかなか、面白い詩なので一部ちょっと読んでみたいと思うんですが、誰に何言われようと結局全く動じない、変なのよ、仕方なのよってで、悩みもあるけれど幸せになれる気がする、信じなきゃねって、そういうね、ああいう歌詞が入ってるんですね。なかなか沢田さんらしいところが入ってる、いい詩だと思います。この曲ね、声に何だろう、フランジャーっていうか、そのあイコライジングがかかってるんで、なかなかちょっと面白いなと思って、そういう曲が何曲か今回もあるんですよ。前のアルバムにもそういうのがあったんで、そこら辺も、ジュリーサウンドっていうかには、欠かせない一つの、一つになってると思います。そういうところでね、これも聴きどころですね、かっこいいんですよこの曲ね、蜜月。そしてね、次がね、ティキティキ物語。このね、イントがね、いきなりビーンビーンっていうなんかね、サイレンのような、なんかね、音から始まってね、で、かっこいいギターのリフがあって、本当にロックしている、沢田さんです。これの作詞はね、賀来我が子さんなんですけど、いかにもなんか、沢田さんがね、ご自身で作られたような感じの詩になってるんでね、これは面白いなと思って、これちょっとね、ご紹介したいと思うんですけど、まずね、頭からいくと、いつになっても止まんない、だらしがないのは伊達じゃない、人生そつなくやってたらお前になんかは惚れちゃないやいって、ちゃんとするのはしゃらくさい、ずるく二人でいい加減、せごくまとまるつもりなら、こんな関係続けてないやいって、ね、いい人ぶっちゃ先がない、説教する資格ありっこない、聞き分けなんか良くなって会えなく死んだら収まらないやいみたいな、こういうね、あ、なんか沢田さんらしいなっていうね、感じるの詩なんですよね。ですからね、これは賀来さんが書かれてるんですけども、もう本当にジュリーが、実は書いてんじゃなかろうかと思わせるような詩であります、うん、そして次がね、愛しの惑星。そしてお気楽か極楽ですね。お気楽か極楽っていうのも、これもね、沢田研二さん、これもね、沢田さんの、ちょっとお気楽極楽っていうね、ロゴっていうか韻を踏んで、沢田さんらしく、これはちょっとまた遊び心じゃないんですけども、書いてる詩ですね。でこれもね、ご紹介したいんですけど、生かした話ほんとないね、こんな時こそパーッとやろう、世界でたった一人だけの君にハートに、今も叫ぶ、ニューソングっていうね、そういうところから始まって、誰も傷つけたくないんだよ、察しいいんだぞ、答えるんだよねガキに言われて、右から左に聞き流してお気楽に極楽、うん、青ちゃうねんっていうね、そういうね、ちょっと面白いというか、沢さんらしい歌詞の曲なんですよ。他もね、その先もね、誰も助けてくれないんだよ、空回りだぞ、震えるんだよねグズと言われて、ぬかには釘だと、蓋をして お気楽が極楽って、頭やねんみたいな、そういうあのね、あとは弾ける明日きっと来るさ、死んでたまるか、パーッと行くぜ、世界でたった一つだけの服をまとって今日も走る、ええ加減がいい加減っていう、まあ、そういうね、本当に沢田さんの心情というかね、ジュリーの心意気というか、それを感じさせる、名曲だと思います。お気楽か極楽、これね、ぜひぜひ、ライブでもね、ジュリーは気に入ってたと思うんで、何回も歌ってますね。最後に涙と微笑みという曲が入ってますね。それが11曲目、全11曲、このアルバムもいいアルバムです、ぜひ、聴いてみてください。本当に楽しいですよということで、今回はこのくらいでまた見てくださいね。いつもありがとうね。お大事。